皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。パリオリンピック登録商標スケートボード男子ストリート決勝。日本時間30日。パリコンコルド広場。男子ストリート決勝で堀米優斗25、三井住友 DS アセットマネジメントが悲難の五輪に連覇を果たした。ランを終えて暫定4位もベストトリックの2本で大逆転。 最後の最後の5本目で97点台を叩き出し、合計281.14点。2位とわずか0.1点差で東京五輪に続く金メダルの快挙を達成した。2大会連続出場の白井空、22、紫スポーツは、惜しくも4位で検討も表彰台入りまであと一歩だった。パリ五輪選考会では、代表落選の危機。 最終戦で大逆転の優勝を飾り、土壇場でパリ切符を獲得した堀米。東京五輪を制した初代王者が連覇の重圧をはねのけ、見事悲願を達成した。予選を4位で通過し、決勝では自分の限界を超えたいと話していた堀米は、その言葉通り1本目のランから全開。技を積極的に詰め込み 芸術的なランを披露し89.90点と上々の出だし続く白井も1本目からフルメイクのランを見せ90.11点のハイスコアを叩き出した堀米の2本目は後半のトリックでミスも暫定4位で後半のベストトリックへランを終え2本目で93.37点をマークしたアメリカの絶対王者 N ヒューストン29 が暫定トップ、J ・イートン23が2位につけ白井と堀米が続いたストリートは男女共に金メダル超ハイレベルな戦いの中堀米はベストトリックの1本目から集中し94.16点だが白井ヒューストンイートンも1本目から譲らず90点台を叩き出し堀米が暫定3位にトップとは2.10点差 逆転するにはもう一本高得点を求められる激戦に。堀米の2本目は五輪最終予選で逆転優勝に導いた技に挑んだが失敗。3本目、4本目も着地で転倒してしまい、あと残り1本で暫定7位と崖っぷちに追い込まれた。だが最後の5本目でついに高難易度の技を成功させ、この日最高の97.08点を叩き出し会場は総立ち。 その後、白井、ヒューストン、イートンがそれぞれ5本目に挑んだが、堀米の総得点を超えられず、見事逆転で堀米が2連覇を達成した。白井はラン、ベストトリックともに90点台をマークしたが、わずかにアメリカ勢に及ばず4位でフィニッシュ。前日の女子ストリートでは14歳の吉沢恋、ここ、アクトエス s b ストア、が金メダル、15歳の赤マリオン、リズ、 東北高一年が銀メダルを獲得し日本勢が連日の大旋風ストリートでは男女共に東京パリ五輪とに大会続けて頂点に立ったどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう